のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号。地図にマーク。警告、大型の信号を感知。地下の構造が不安定になっている模様。大規模地震の可能性を示唆。推奨、早急な離脱。離脱なんかするわけないだろう。そんな！夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日、破損部分の復元・修復が完了。再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯。確認。A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば残りの課題は一つ。我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。それじゃあ司令部を行って逃ごう。ここは私が。ダメ、ヨーコ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04に夜破棄隊 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。夜破棄隊 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。
星ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。なんだあれは。推奨ポッド射撃による強制変身。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。推奨速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろ。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を監視。推奨大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定。これは命令ではない。ヨルハ機体 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨情報に不満がある場合、行動目的の更新。うるさいだまで。否定。本支援ユニットはヨルハ機体 2B の最終命令によって行動中。ヨルハ機体 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ。邪魔するな。了解。
っていうからどんな敵かと思ったら大したことないな。して敵機械生命体発動現在。なんだこれは。砂漠地帯用に進化した機械生命体と推測。推奨敵機械生命体の破壊。言われなくても。
険を探知。 EMP 攻撃推奨離脱。ここは EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じたもの。じゃあこれは私の記憶領域か。てか、なんでお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合、内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！